奴の名はデファルコ。潜入捜査官が撮影したイエメンのソコトラ島でな。バリド。どうもデファルコ。デファルコは組織のナンバー2。奴はこれでも人徳者を気取っています。が、ほど遠い。偵察ドローンが2日前に撮影した映像だ。パキスタンのラホールにある廃刑務所でな。そういや、先週パキスタンで偵察ドローンと連絡が途絶えたばかりだ。待てよ、ミャンマーの科学者が言ってたな。メネンデスがセレニウムを使ってカルマという兵器を開発中だとか。まさかカルマがドローンを排除してるのか。いや、デファルコってのは面白いやつじゃねえ。違いない。まずは小手調べってことでジャブを食らしていいか。さあ任せたぞ。たまに苦しむとするか。今なんて言った。共に苦しめ。フラッシュバックだ。親父が死んでいる。俺が誘拐されたのは知ってたか。メネンデスが親父を殺した。あの後俺はウッズに育てられたが、いつも殺したのはただのゴロツキだと。違うのか。一体どういうことだ。共に苦しむ。先立つ者の罪を償え。なぜウッズは黙ってた。ウッズ、そしてハドソン、奴らのせいだ。高い位置に移動させろ。アンセムで合流しよう。アイエス隊兵が道路のそこら中に陣取ってるな。セクション、やりに出ろ。モロカジを使え。気をつけろよ、セクション。路上を突破する。ブルータスとマキシマスを連れて上から援護してくれ。
シャザール、アンセムで合流しよう。すぐ先だ、行くぞ。ひどいもんだぜ。多分奴らも洪水は想定外だったろうな。彼らはほぼ孤立無援ってわけだ。まずいな。くそ。クソったらめ、あさっての方向を向いてやがれ。前方に別のドローンだ。よし、行け。侵入地点は突き当たりの建物の向こうだ。行けるか。いつでもいいぞ。移動しろ、発見されるぞ。急がれ。止まれ。下水道入り口は ISI が見張ってる。右をやれ。あとは任せろ。クリア、前進しろ。下水はアンセムの町と通ってる。まさに汚れ仕事だな。SX 配信ついた。敵の動きが活発だ。モニタリングして報告してくれ。連絡する。提督、配置につきました。よくやった、少佐。こちらで掴んだアンセム内部の図面を送る。奴を見つけるのに最適なのはここだ。中庭を見下ろせる。侵入経路はクローに固めさせる。だが代わりはいないぞ。破壊されたら最後。援護はなしだ。警戒
界中のドローンから目を離すんじゃないぞ。あのポンコツに見つかったら逃げられたとしても疲れて死ぬのが落ちだ。逃げるくらいなら立ち向かいますよ。頼むぞ少佐。屋上に上がればメネンデスを見つけやすくなるはずだ。ロープを固定。前方に動きあり、つまり当たりだな。行け。そちらに合わせる。右をやれ。の準備だ。候補はワンサがいるな。奴はどこかにいるはずだ。町が周りで崩れつつあるのに、政府は全てに対応できているふりをする。奴らは人々の苦しみに無関心だ。中国もアメリカもそうだ。大事なのは自らの都合、それだけだ。君の協力があれば、帝国主義者どもの自己満足に終止符を打つ一助となるだろう。県外に出てしまう。信号が不安定だ。行こう。別の地点から試そう。スポットライトに入るな。トイレナスだ。隠れた方がいいな。ドローンについて話してるわ。この地域に関与しているという証拠を探していたのだろう。君がザオと会ったばかりなのは知っている。奴らは私を見張っているからな。自分たちの無知を自覚すらしていない。くそ、また県外に出るぞ。行くぞ。ドローンだ。行くぞ。ここだ。やりすこそ。
急げ、奴を逃がすな。クソだ、どこ行きやがったんだ。サルザール、メネンデスをそちらの近くで見失った。見えるか。下さん、南だ。リスリスに入るところだ。脱出用の足は確保できたか。まだだ、敵が多すぎる。引き続き頼む。列車基地はこっちだ。行くぞ。ドローン、あ、旧型のものとはかなり違う。メインコンピューターを取り出すのは難しい作業だ。セキュリティが本体の自爆システムに直結しているからな。そんなことは問題ではない。6月17日の会合で我々の障害は全て取り払われるだろう。列車が邪魔でこれ以上は無理だな。移動しよう。 CIA はかつてこんな尋問室を世界中に持ってたらしいな。恐ろしい心理操作器具が目白押しだったんだとさ。行われてたことを思うとゾッとするぜ。また人を呼びだ。奴らはこの真上だ。よし、もう一度やってみよう。もちろんだ。侵入に気づいているどころか。誘い込んだのだ。クソが。気づかれてるぞ、セクション。
提督、敵のソック T を奪取しました。航空支援と回収を願います。無理だ少佐、クソったれ SDC 軍がそちらの位置に集結しつつある。いいか、街を抜ける脱出ルートが複数ある。ドローンを使ってソック T のための脱出ルートを作るんだ。もし SDC に追いつかれたら連中がクソ上機嫌なのを願うしかないな。めちゃくちゃ先さ、クソソック T が邪魔してる。地点だ。うやっとだぜ。おいおい、今度は何だ。ブロンブロン、ディガリルソン。おい、落ち着けて。パキスタンにアメリカ兵がいる。ティエンザオ、アフガンで親父と共に戦った。中国とは敵対しません、ザオ将軍。我々の目的はラウル・メネンデスだけです。思惑は同じか。よかろう、アメリカ人。ラウル・メネンデスを追っているなら殺す理由はない。